彦、気がたるんではいないか。今すぐ準備をして平原に来い。私と共に鍛錬だ。
ちゃんとできた。これが私の必殺技、プー吉フルスイング。どんな魔物だって一発でぶっ飛ばしちゃうんだから。私とプー吉のコンビは最強。町の外は危ないって言われてたけど、大したことないじゃない。全然魔物も出てこないし、平和そのもの。油断すんな、あやね。どんな魔物が出てきても俺がぶっ飛ばしてやるけどさ、あんまり町から離れすぎるなよ。迷子になるかもしれないからな。分かってるよ、プー吉。でも大丈夫だもん、ちゃんと地図もあるし。遠くに猿の塔が見えるはずでしょ。それを目印にすれば。あれ、どこだろう、猿の塔。あれ、あれれれ、困ったな。森の中だと上の方があんまり見えないね。プー吉、私の代わりに見てくれる？よっこいしょ。ダメだな。俺の長さ、元い背丈でも木の上までは届かない。とりあえず来た道を戻った方が早いんじゃないか。そうだね。でも私どっちから来たっけ。足跡とか残ってないか。わかんない、どうしよう。ソルの塔を目印にしようと思ってたから、あんまり周りとか見てなかった。私迷子になっちゃった。落ち着け、あやね。そんなに歩いてないし、方向さえ間違えなければすぐに森の外に出られるはずだ。冷静になって、どっちから歩いてきたか思い出すんだ。うん、しゃがみ込んで地面に顔を近づければ足跡とかわかるかも。服泥とかで汚れちゃいそうで嫌だけど、あれ、誰かが倒れてる。そこの茂みのところ、もしかして死体。やだやだ、そういうの見たくない。夜眠れなくなっちゃう。プー吉が代わりに見てくれる。おい、やめろ。俺で死体過去仮をツンツンするな。あれ、足が動いた。生きてるみたい。気絶してるだけかな。もしかしてプー吉フルスイングに巻き込まれて。あの大丈夫？ごめんね、私のせいだったりする？あなた誰？見たことない人だけど。じゃあお兄ちゃんって呼ぶね。私はね、あやね。こっちもプー吉、よろしくね。うん、初対面でプー吉にも挨拶してくれる人って珍しい。あんたなかなかいいやつかも。とにかくどうして倒れてたの？やっぱり私のせい。ごめんね。次からはプー吉フルスイングは周りに誰もいないことを確認してからやるね。反省したよ。許してくれる？お詫びに傷薬をあげるね。ママサレンが何かあった時のためにって心配していろいろ持たせてくれてるの。
当てをしてあげるから、それで仲直りね。私のこと許してくれる？ううん、これも何かの縁ってやつだろうし、私とお友達になってね。いいですか、騎士さん、レイ様に変なことしたらただじゃ起きませんよ。主様のために。おいしょ、ここそれ、この調子です。ユイが後ろにいると安心して戦えるな。レイちゃん、だからって前に出すぎないでね。ストーム、首食わない、これ
ナオさん大成功だよ。さあすぐに戦利品の回収に移るわよ。
私の命は預けた。この身が尽きるまで軍人の誇りを持って二人で戦い抜くぞ。